ウィママに揉まれてどうだった？え、胸ですか？うん、まあ揉まれたというか揉ませたというか、違うんですよ、なんかさ、いや一個言っていいか、なんでさ、なんでこう女ってさ、人のおっぱい触るときにさ、上の方触ってくるん？上の方、え、上の方触らんといてほしいの。なぜなら垂れてしまって上の方には何もないから、下に集まってるから、下から触ってほしい、下からっていうのをね、伝えたかったわけ。別に触って欲しかったんじゃなくて、なんか触ってきたんだよ。触ってきたけど、いや、そこおっぱい入ってないから、ちょっともちょしたもちょしたみたいな感じ。そこ入ってないからもちょしただから。ここに全部詰まってるからっていうことで、説明のために、触らせました。はい。持ち上げてほしい。そう、持ち上げてほしいんですね。うん。そう、悲しいことに、なんとちょっと微妙にね、垂れていますと、このマリンの今、画面で言うところの、このボタンの第一ボタンのあたりを触られるわけですね。いや、そこじゃないから、そこおっぱいの滑り台ゾーンだから、その、下の砂場のとこ、ね、滑り台のその先の砂場の部分をちゃんと触ってほしいわけ。そっちがふかふかなの。そこは何もないから。っていうことです。どういう流れで揉ました？もう覚えてねえよ。どんだけ昔の話だと思ってんだよ。どんだけ昔とか言って。そんな昔じゃないか。1ヶ月くらい前か。じゃ、なんか、